内儀藩は、現在の岐阜県中津川市内義に存在した、最小の城持の藩。居城は、内儀城。美濃国の江奈軍の一部と鴨茂軍の一部を、領地としていた。内儀藩の藩祖は、遠山智政である。智政は、美濃の豪族で、父の智忠と共に、織田信長に従っていたが、信長死後の東美野騒動、さらに、徳川家康に組みしたために所領を失い、 苗木は、川尻秀長の所領となった。慶長5年の関ヶ原の戦いで、川尻秀長は西軍に組みしたため戦後に所領を没収され、代わって東軍に組みして、武功を挙げた友政に1万500国が与えられて、給料復帰が許された。ここに、苗木藩が立藩した。友政は、その後大阪冬の陣では、桑名城の守備、大阪夏の陣では、 松平忠明に属して武功を挙げ、現名五年12月19日、内儀で死去した。反省においては、小藩ゆえの幕府の相次ぐ手伝い武進や軍役などにより、財政急防が早くから始まる。歴代藩主は、藩政維持のため厳しい倹約令を出し、天保年間には、9枚全額の借り上げを行うなどした。第三代藩主、東山智貞は、 神殿開発を行って4286国の神殿を開発したが、第5代藩主、東山智湯の大阪カバン第6代藩主、東山祐正の寸布カバンによる出費や、第7代藩主、東山智中の相続に伴う500国の幕府返上などがあって、根本的な財政の改善には至らなかった。最後の藩主、 第十二代の東山裕六は、文久元年と、源氏元年の二度にわたって若年寄りとなり、慶応元年に大阪警備や第二次徴収性抜に参加したことなどの出費が、重なって財政は日の車となり、従来の権約令に加えて5種類の反札発行による改革を図ったが、ついに財政は破綻した。明治維新後、14万3000両。 半卒15,900両あった藩の借金は、苗木上発却に伴う建材や部部などの売却、藩死卒全員を機能、過労奉還させ過労支給を削減し、さらには、機能法に基づいて、旧死族に政府から支給される、プチマヨ第三次以下40名が3年間返上させる、こと、地藩自演、三有六の過労の全額を休眠救済と藩の経費とすることにより、 明治4年8月には5万2600両、半殺5000両にまでに縮小した。しかし旧苗義藩士の生活は年々逼迫し、自殺者まで出る事態となった。さらに明治4年の廃藩置県により、苗木藩は苗木県を経て岐阜県に吸収され、当初約束されていた過労区法官の保障は不可能となった。また、明治政府からではなく苗木藩長の指示により、 他藩より、いち早く過労奉還して、全員が、死族から平民へ移っていたため、旧藩子卒は、旧死族として認められないという事態に陥った。このことなどにより、財政改革や口述する、廃物希釈を主導した、第三次青山直通に、恨みが集中し、明治9年に、旧藩子4名が、青山の暗殺計画を決行。当人は、 当日不在だったため屋敷に放火される。明治24年にも襲撃未遂事件が起こっている。江戸幕府は、教法15年に各藩に対し年限を期して、藩札の発行を許可した。内義藩は、現時年間に、金札2両、1両、2部、1部、2種等を発行した。黒瀬街道で西木村の黒瀬港まで陸路で運び、 水運で伊勢国の桑名宿へ送った。岐阜県東白川村や桑脇にある四つ割の南無阿弥陀仏碑。苗木藩の廃仏希釈時に四つに割られて庭石などにされた後、廃仏希釈後に破片を集め修復されたもの。中央に割った時の跡が残る維新直後、平田派国学の影響を受けた反省改革が図られ、青山系通り、 青山直通の親子らが先頭に立って、寮内で徹底した廃物希釈が実行された。明治3年9月27日、苗木班長は支配地一同が真相回収したので、館内の15カ寺の廃寺と、その寺相たちに原則を申し付けたことを弁官に届けた。この届け書によると、廃寺は15カ寺となっているが、実際には、 苗木のウリンの達中の正武院と受賞院、鴨モ大沢村の半領寺も、廃寺となっている。一万国、戸沢府大閣、柳館、城主、政友も周遊とふ友、とも、春友義友小とも昭と,とも王、友明あきと友友ともずいと,とも、ことぶきともつまびらかの地、友六四分は、上から求人、中古賞、価値の価格に分かれ、それ以外に、足軽、中間等があった。 ありがとうございます。